皆様こんにちは、JG です。今回もデジタルカメラを紹介します。パナソニックのルミックス DMC-FX7 です。1、スペック情報。2004年発売。撮像素子は1、2.5 型 CCD。有効画素数は500万画素。焦点距離は 35mm。105mm。 光学ズームは3倍、開放 F 値は F2.8、F5.0、 撮影感度は ISO80-400、 動画撮影サイズは 320×240、30fps、 モニタサイズは 2.5 インチ 11.4 万ドット、バッテリーは専用電池 DMWBCB7、 記録メディアは SD カード、幅×高さ×奥行きは 94.1×50×24.2mm、 本体重量は 135g。 2. 現状確認。外観に傷はありません。このカメラは2023年にジャンクで550円でした。充電器とバッテリーは付属していませんでした。充電器はで 991A、 バッテリーは DMWBCB7 です。写真は今回使った DLI8 と DBC8。 3. 動作確認。では動作確認します。電源ボタンを押します。電源が入りました。状態表示がされて正常に動作しています。電源ボタンを押します。電源が切れました。電源ボタンを押します。電源が入りました。状態表示がされて正常に動作しています。シャッターボタンを半押しします。シャッターボタンを押します。シャッターオンが鳴りました。電源ボタンを押します。レンズが引っ込み電源が切れました。5、写真。現場猫。現場猫。本水槽。平方形。南海境駅西口側。立川水門旧境港。リージェンシー大阪堺。有名な溝。有名な溝。堺急行。巨大壁画ローマンや堺。時代を超えて通じるロマン。旧堺灯台前。旧境灯台。旧境灯台。旧境灯台。南蛮人の像。寛解線王障子殿庭。浜寺公園駅旧駅舎。浜寺公園入り口。浜寺公園の松。電話ボックス。浜寺公園の噴水。新浜寺大橋と浜寺大橋。
山寺水路。6、動画。本水槽。動画サイズが 320×240 になります。赤ヒレ、ゴールデン赤ヒレ、アフリカンランプアイ。7、評価。ピントが合った良い写真です。旧浜寺公園駅舎も古さを感じます。スペックは DMC-FX01 に似た仕様です。難点は SD カードかもしれません。記録時間が遅いです。見返すとピントが合った良い写真が多いです。評価は可とします。スペック的には良くなくてもいい写真が撮れました。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。コミュニティに投稿を始めました。見ていただけると幸いです。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。